続いては小泉さん、どんな質問を引き当てるのか。あ、すごい入ってる。結構入ってるでしょ。すごいな。いいね、これ恋という響きの英単語。孝太郎ちゃんのためにあるようなこれ質問だからね。そうね。セクシーやべ、今言ってよ、まずかったかもしれない。そういう意味じゃなかったのよ。頭がいいから、孝太郎ちゃんはそういう意味だったらごめん、違うの、そういう意味じゃないの。これは期待に応えなければなと。違う違う、いや俺ちょっと失敗しちゃうと思った。俺これは高島さんだよ、これ。